我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。本日はクリップスタジオペイントが9月の28日に公開したアップデートバージョン 1.11.0 の内容と何が改善されたのか、新たに追加されたものは何なのか、それをどのように使うのかというのをお話ししていこうと思うのである。前回のメジャーアップデートで追加されたデュアルブラシというのを以前動画で投稿させていただいたのであるが、それがなんと下地混色に対応したということで、非常にこれまでもリアルな表現だったウェット水彩や厚塗り油彩がよりリアルで複雑な色味をかけるようになったということをお伝えしていこうと思うのである。このリリースノートのページのリンクも動画の概要欄に貼っておくので、ぜひ見てほしいんだけれども、他にもいろいろと細かなアップデートがされていて、また使いやすくなっているので、ぜひまだアップデートしていないバージョンが 1.11.0 でないものはぜひしていただければなと思うのである。この動画を投稿している現段階では 1.11.1 が最新のバージョンになっているので、そちらも確認をしてほしいのであるぞ。そもそもそれがアップデートして何が変わったんだとわからないポンポコリンも多いであろう。なのでそちらをまずは解説していこうと思うのであるぞ。デュアルブラシというのは、その名の通り2つの属性を持ち合わせているブラシなのである。なのでこれまでにはできなかった筆圧を強くしたり弱くしたりすることで、より複雑で細かでリアルな表現をすることができるようになったブラシなのである。デジタルで描いたと思えないほど自然なにじみやテクスチャーを筆圧やペンの傾きで表現できるようになったのである。これがバージョン 1.11.0 以降で下地混色というのに対応したというのが現在ちょっと話題になっているのである。なのでその下地混色というのがどうデュアルブラシの表現を変えたのかというのを見ていこうと思う。ちなみに 1.11.0 以前からクリップスタジオを使っているものは、その下地混色が設定されていないウェット水彩が、この今このブラシで、このウェット水彩2ってなっているのが、今回アップデートされた下地混色が適用されているブラシなのだが、 1.11.0 以前にこのデュアルブラシが追加されたユーザーは、その下地混色が設定されていないブラシになっているので、サブツールパレットのメニューから初期サブツールを追加というのを選択して、項目の筆、そして水彩のウェット水彩という項目をクリックして OK を押せば、こちらのウェット水彩2という名前でアップデートされたウェット水彩を使うことができるのであるぞ。ではウェット水彩というものが前のバージョンまでではどういう動作だったのかというのを見てもらおうと思う。事前にウェット水彩で水色を塗った上から、赤いブラシでちょっとジグザグと線を重ねながら塗ってみようと思うのである。こんな感じで水色の上に赤が重なり、濃い紫色に表現がされているというのがわかるであろうか。まあ、なので、まあ、色と色を塗り重ねても、その色がそれぞれ重なった通りの表現になるという、まあ、ごくごく当たり前のブラシだったのであるが、ウェット水彩2で、ここにある下地混色という項目が追加されており、それがオンになっていることで、この下にある水色を赤色で塗った時に、引っ張ったり、滲んだり、伸びたりするという表現ができるようになったのである。実際にどういうことなのかというのを同じブラシサイズでやってみようと思うのであるぞ。この通り一目瞭然で違いがあるというのがわかるであろうか。単純に塗り重なっている部分が濃く重なるだけではなく、水色の影響を受けながら赤い色で線を引いたという重なり方になっていたり、またその水色の境界線から外に赤色が飛び出した時に、色を引っ張って少し水色のグラデーションが赤とつながってできているのがわかるであろうか。こう乾いていない水彩の上を筆を走らせるような感覚で、色の下に塗っている色の影響を受けるということができるようになったのである。ただこの下地混色というのは、このレイヤー1に水色の線が引いている、このレイヤーの上に赤い線を引けば、このように下地の混色が影響を受けるが、また別のレイヤーを作った上で塗った場合だと、下地混色や色の塗り重なりという影響は受けないという点は気をつけてほしいのである。この下地混色を活かしたい場合は、必ず塗り重ねたい色のあるレイヤーでブラシを使うと良いであろう。また逆に、この下地混色の影響を受けたくないな、色をあまりにじませたくないなという時は、この下地混色の項目のチェックを外すか、
こちらの右側のブラシでやったように別のレイヤーを選択した状態でブラシを使うと良いであろう。また今回は油彩ブラシのカテゴリーで厚塗り油彩も同じように下地混色が追加された。厚塗り油彩の下地混色がないこれまでの以前のバージョンの状態であると、この通りただ上から色を重ねるだけだったのであるが、厚塗り油彩の場合は特に筆圧がかなり肝心になってくるのだが、ぐっと強い色で押した場合はそこまで下地混色が発生しないのだが、優しくこうやって撫でるとこうやって強弱がかなり出て、そして弱い筆圧の部分のところでは下地の影響をかなり強く受けるという性質を持つようになったのである。なのでより油彩では本当に筆をぐっとキャンバスに力強く押し付けるのか、それとも優しく下に塗られた色の上に新しく色を乗せるのかということで、まさにリアルな油絵のようなテクスチャーの違いを表現することができるようになったのである。なのでよりリアルな画材の質感を再現できるようになったと言っても過言ではないであろう。では実際にこの下地混色ができるようになったウェット水彩を使ってイラストレーションを描き、どのような魅力を出すことができるのかというのをお話ししていこうと思うのであるぞ。こちらの絵をデュアルブラシのウェット水彩を使って塗っていこうと思うのであるぞ。まずレイヤーの構成としては、大まかにキャラクターの色を塗る範囲にベタ塗りの1色を重ね、それぞれのパーツごとに下地の色を塗り分け、そして各レイヤーは透明ピクセルをロックしている状態にしておるのである。こうすることで塗っている時に余分なところに塗りがはみ出さないということができるので、今回のように繊細でかつブラシのタッチを生かしたりはみ出させないようにしたい絵の際には必ず透明ピクセルのロックを使うと良いであろう。ではまず今肌のレイヤーを選んでいる状態で、ウェット水彩にウェット水彩の下地混色が適用されているブラシを使おう。そして合成モードが定山となっているが、この合成モードを通常もしくは以前ウェット水彩の講座動画でお話しした透明度置換というのを使うと色が塗り重ならず綺麗に塗ることができるのである。まあどういうことかというのを軽くじゃあちょっと例を見せていこう。デフォルトの定山のままだとこうやって筆跡と筆跡が重なるごとに色が濃くなっていってしまうのがわかるであろうか。この合成モードを透明度置換にすることでこの通り重ねても色が指定している色以上に濃くなるということはなくなったのである。これの設定にするだけでもよりリアルな水彩の混色であったり、引いて言えば独特の風味のある厚塗りをすることもできるのである。今回はその効果を狙って塗っていこうと思うのであるぞ。肌の下塗りが選択されているレイヤーの上に直接色を塗っていこう。ザクザクと影の色を置いていくと良いであろう。大きくはみ出したり塗りにムラがあっても後で直していくので気にしなくて良いのであるぞ。これでまずザクザク塗ったら色をスポイトして少し淡い部分などで境界線などちょっと塗っていこう。非常にボケ足が綺麗なので、そのボケが生きるように色を置いていくと良いであるぞ。少し筆圧を弱くして塗ることでこのボケ足のテクスチャーを出すことができるので、厚塗りなんだけれども重すぎずライトな印象にすることもできるのがこのウェット水彩を使った色の塗り方の特徴であると言えよう。筆圧をよく軽く引っ張るように色を置くとこう水彩で描いたようなちょっとボケ味のあるグラデーションなどを簡単に作ることができるのであるぞ。これで肌の部分は塗り終わったので、同じように繰り返して髪や服、他のパーツなどを塗っていこう。
というわけで完成したイラストがこちらである。ウェット水彩が下地混色に対応したことで色をなじませたり伸ばしたり複雑な色のグラデーションを簡単に作ることができるようになったのである。顔周りなどを見ていただいても肌のグラデーションなどは滑らかに、でもよーく見るとブラシのテクスチャーが効いてアナログのような優しさや質感を出しているのである。瞳なども複数の色を混ぜたことで複雑かつリッチな仕上がりになっているのがわかるであろうか。服なども色が優しく混ざり合っているので独特のデジタルっぽすぎない厚塗りになっているのである。柔らかい質感であったりニットのタッチであったりと様々な混色を非常に丁寧に混ぜて、そしてそれが生きているのがわかるであろうか。そして背景には大きいブラシサイズでウェット水彩を使って軽くポンポンと置いただけなのであるが、おしゃれな質感の背景にすることができたのである。これもうまく使えば時短の背景テクニックとしても使えるぐらい優秀なので、まだウェット水彩を使ったことがない、今回のアップデートでどうなったのかがよくわからなかったという方はこのような使い方から始めてみても良いと思うのである。本当にデフォルトで追加したブラシでここまでリッチな仕上がりの厚塗りができるとは思わなかったので、今回の 1.11.0 以降のアップデートは素晴らしいものだと思っているので、クリップスタジオで様々な表現をしてみたい、デュアルブラシの使い方がよくわからないという方はぜひこのウェット水彩を使った厚塗りの技法を試して、そしてウェット水彩の素晴らしさを体験していただければなと思ったのであるぞ。ではではなのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。